はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。山根様、ご支援ありがとうございました。山根さんももう古くてですね、10年以上ご支援いただきまして、誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。今日の小西博之、行政文書ファイル管理簿に記載がなかったのは、極秘文書だからだ。即座にですね、極秘文書が表に出てきちゃダメだろっていうですね、ツッコミが殺到しておりました。それでは今日の小西のたわごとを見てみましょう。行政文書の管理簿に存在しない極秘文書だからこそ、提供者はこの文書を使って違法な解釈を廃絶し、言論の自由と民主主義を守ってほしいと思いで私に託してくださったのだ。こいつら思いとかこんなのばっかね。総務省の最高幹部らが作成し使用したこの文書の内容には疑問など存在しないと言ってもよい。存在しないって言い切れない、言い切らないで言ってもよいっていうのは人間ですよね。後から何らかのように言われたね。一般反応です。極秘文書ならなおさら管理簿に存在しないとおかしいだろ最高幹部が作成したのになんで管理簿にないの総務省最高幹部を承認喚問すれば解決。極秘文書を外部に漏らすってどういう組織なんだよ。これは総務省のこと言ってるんでしょうね。いいから入手先を説明しろ。極秘文書は当然大臣決裁ですよね。高市さんが知らないのはおかしい。入手経路不明、真偽不明、正確性未確認の総務省の極秘文書をお前はどうやって入手したんだ？早く誰からもらったのか言いなさい。ネームドとして池田信夫さんも反応しておりました。自分が何言ってるか分かってるのか。極秘文書を持ち出すのもそれをそそのかすのも国家公務員法違反だ。役所から文書を持ち出す泥棒と同じ。そのうち検察が来れば分かる。震えて待ってろと。管理簿になかった極秘文書、極秘なほど厳重に管理されなくちゃいけないんじゃないのかなって思うんですけどね。最高幹部しか知らせないと、いう文書だったら当時の大臣だった高市さんが知らないのはおかしいだろう。トップなんだから。下もトップも知らないで幹部でこそこそやってたとしたら背任じゃないですか。あるいはクーデターを企んでたみたいな。極秘文書だったイコール機密漏洩、メモあるいは作文だった、公務員文書捏造&高市さんに対する業務妨害、嫌がらせ、この場合は極秘文書のはずがないので機密漏洩にはならないだろうけど、まあ度重なるですね嫌がらせ、質問で、高市さんは民事で損害賠償請求してもいいぐらいですよね。国会での門徒に、嫌がらせだ、難癖だ、金払え、謝れっていうのをできるかどうかわかんないですけれども、西田昌司参議院議員、小西文書の最初の作成者はもう亡くなってるようだ。死人に口なしと思って小西は言いたい放題してんのかな。でも整合性がめちゃくちゃですよね。小西によればですね、文書は西方課長、長潮なんとか部長かな、安藤局長によって作られたそうだが、この3人はまだ生きてますよね。喋れるうちに承認喚問をっていう圧力は強まる一方であります。そうはさせじとね、小西はね、総務省の最高幹部らが作成し使用したこの文書の内容には疑問など存在しないって牽制、してますけれども、じゃったらまずはね、総務省最高幹部が作ったって証明しないと。最高幹部が作ったんだから信用できるって言うんだったら、最高幹部が確かに作りました、誰それさんが作りました、本人も作ったって言ってますって証明しないとね。名前、言わないとね、七市の最高幹部なんつっても誰も信用しねえよね。論理がめちゃくちゃ、小西博之。あと最高幹部が作ったイコール事実じゃないからな。財務省なんか未だにですね、省ぐるみで国民の資産である国債を借金って嘘ついてるし、
それ指摘されても全くやめねえしね。国債は国民の資産です。なぜなら国債は銀行が買ってくからです。銀行にお金を預けてるのは我々です。ですんで国民は国債の持ち主、利子を受け取る側、つまり資産、誰にとっての負債かっていうと、それは政府です。散々今まで誰しもが指摘してるその国民一人当たりの借金っていう表現やめやしねえ。農水省は省ぐるみで世界で日本だけしか使ってないカロリーベース使って自給率低い元予算よこせ、嘘ついてるし指摘されてもやめねえしね。だいたいよその国だと金額ベースらしいです。自給率調べるのにね。だってね、例えばラーメンの麺の小麦が全部輸入だとすると、ラーメンはほとんどカロリーベースだと自給率ゼロになっちゃうんですよ。他の国だと金額ベースなんて、麺が100円でスープ作るのに200円かかっていくからみたいな計算するらしいんですけどね。ですんで最高幹部が作ったイコール事実は嘘。小西がそう思い込んでんだとしたら相当やばいっすよ、脳みそが。高市さん、官邸の報道会にはなかったことを証明するためのメールのやり取り、総務大臣時代の官僚とやり取りしたやつを参院予算委員会理事懇談会に提出いたしました。立憲民主党は反発、前後が切り取られている、全部出せ、こいつらいつも反発してんのな、反発してなかったことなんかないんじゃない、こいつらが。一般反応です。どうせ何でも反発すんでしょ、何があっても認めない方針だろ、切り取りならお前は得意技じゃねえかな、自分らもやってるから相手もやってるの精神、前後が切り取られてるって言うんなら小西が出してきた文書だってそうだろう、メール全部を把握してないのに前後が切り取られていると断言するのはおかしいと。そういえばそうですね。メール提出した高橋さんをどうやって悪い印象に持っていくかがテレビの腕の見せ所ですね。どうやったって高橋さんは悪い印象にならない場合はいっそ報道しないっていう手段使ってきますけれども、なんで即座にですね立憲は前後が切り取られているって断言できんだ、これね官僚から提供されて全文知ってんのか、それを立憲が出してこないってことは、出したら高市さんの白が確定してしまうから出せないでしょ、疑惑のままで置きたいから出せないでしょ、もし全文知ってるとしたらね。次第に高まるですね、小西は入手経路を歌え、言え、圧と作成者を証人喚問しろっていう圧ですね。今日3月17日高市大臣記者会見、小西文書が捏造という認識は変わっていない、弁護士に聞いたら捏造文書による配信行為の時効は7年だそうで、8年前の文書なんでもう過ぎてる、あらーもう時効過ぎちゃった、一般意見です。タイミングがとってもいいですね。うわー、時効分かってて出してきたな。時効から1年後に世に出る不思議な現象、それで今年まで寝かせといたのか。日付を8年前にしとけば捏造し放題か。8年前を装って最近捏造したなら時効じゃないぞ、3ヶ月前に作られた可能性もあるだろう。3ヶ月前小西が出してきた頃ですかね、いつ作ったか徹底的に調べるべき、公表されてから7年とかじゃないのか、事故なんてどうでもいいから小西を殺しみたい、賛成、大賛成、事故なんかどうでもいいから小西を殺しみたい、同感です。これ興奮って言うんだって、サンクションっていうらしいですね。公の憤り、このままでは日本がダメになってしまうであるとか、こんなことは許せないであるとかね。まあ私は小西に何の関係もない人間なんですけれども、懲らしめたい正直、小西みたいなのパブリックエネミーって言うらしいですね。公衆の敵っていうか、社会の敵って、言った方があれなのかな、わかりやすいかな。ますますですね、
誰がいつどういう目的で作ったかの検証が必要ですよね。野党とゴミマスが騒いでいる限りはこの調べろっていう圧は強まる一方です。立憲の支持率は落ち続けることでしょう。それは盛りかけで証明されております。いずれ野党第一党から転げ落ちた功労者は小西と杉尾ってことになるかもしれないですね。この事件後世ね、数年過ぎたら14日15日の都議会、昨日のおさらいね、自民都議1000万円以上の随意契約は財務局と都知事の承認が必要でしょ。福祉保健局承認もらってます。自民都議そうなの、財務局聞いてません。経理部と社長の承認が必要な契約を社員が勝手にやってたみたいなことがバレちゃいました。それをですね、若年女性支援の計画に契約に疑義という見出しで都政新聞が一面報道。これ都政新聞っていうのは主に都の関係者が読む新聞で、部数は4万部だって。で都庁の幹部クラス、役職好き、まあ、平じゃない人は必読らしいです。読んどけよみたいな、一般反応です。東京都の幹部職員で読まない人はいない。都政新報の一面です。さすがにこれでごまかすことはできないでしょう。誰がごまかそうとしてるのか、福祉保健局なのか都知事なのか。朝日新聞も毎日新聞も NHK も都政新報にジャーナリズム部分で圧倒的な敗北を喫している。都の契約業務について臨時の一斉監査が必要。都政の浄化に期待しています。疑惑は深まった。これで都庁職員全員が知りませんとは言えなくなったわけか。ここで疑問が一つなんですけどね、福祉保健局が勝手に契約したが、お金動かすのは財務局ですよね。契約すんのに財務局の承認がなかったらしいけれども、なんで財務局はコラボに入金したんでしょうか。お金を動かすのは財務局のはずなんだ。口座に振り込んだってことでしょ、財務局が。財務局の承認はなかったが、都知事の承認はあったからではないか。財務局って都知事の承認なしに2600万以上の金自由にできる裁量あんのが疑問なんですよ。財務局はですね、局長を通して都知事に契約の承認もらいに行く窓口らしいんです。なんか都知事の承認があるし、まあいいか俺知らねえけど、まあ運ぶ係、運搬係、だそうなんで、一括って入金した可能性なんですよね。つまり都知事は承認出している、という疑惑は深まった。財務局は死んでくても、で財務局はただの運び役だから、まあ一括って金入金しちゃった疑いは深まった。ひまそらさん、若草ボンドパップスの住民監査請求も通りました。ちなみに若草なんですが、2021年の報奨費請求書90件全部で請求日と支払い期限が逆になってます。なんと全部ですね、支払い期限より後の請求書だったみたいであります。どうすればこんなことできるの。作った人が一人が全部90通作ってて、でうっかり全部間違えちゃった。コラボが一番増しって噂は本当だったのか。こっから分かる事実はですね、福祉保健局は報告書を見てもいない。こんな分かりやすい間違い、見てもいない、しかも全部。都税を納める一人としては大変に腹立たしいですね。私、これもサンクションってやつかな。国際指名手配されるガーシー、引っ越します、帰国はしません。逃走中の指名手配犯となることに決めたみたいであります。昨夜のうちね、一般反応です。帰れませんの間違いだろ、ビビり倒してて受ける。旅券が失効になって強制送還にならない国ってあんの。パスポート無効にされたら強制送還でしょ。逃亡しながらどうやって金稼ぐんだ。逮捕された方が安全では。旅券返納命令の期限は20日あかんで、それ過ぎると失効になるって。どの国いても不法滞在ってことになっちゃうんですけどね、無国籍者ってなっちゃってね。今でも日本赤軍をかくまってるですね、北朝鮮とか名前も聞いたことがないようなアフリカの小さい国なら入れるかな。ジャングルに隠れしそうんでね、そんなとこよりもですね、日本の刑務所の方が快適では。
そんなとこでねビクビクしながら暮らしているよりも、まあ手配されるとですね、オンラインサロンで稼ぐとかできなくなります。逃亡犯の罪は逃亡犯の手助けは罪に問われるんで、投げ銭した人もやばいです。逃亡犯と連絡してもダメなんだって。メールとかやりとしてもダメなんで、だって何らかのその逃亡に有利な情報を渡したみたいな罪に問われるらしいです。さらにはですね、逃亡犯の便宜を図る罪に問われたくない銀行は、まあ口座凍結するだろうしね、ガーシーの口座ね。嫉妬ですね、日本から入金、送金不可能になるし、送金した人はこれまた逃亡手助けしたっつって罪に問われるし、誰も知らないところで現地に溶け込んで自活できっか、お金稼ぐほど現地に溶け込めんのか。じいさんが韓国人だそうなんですよ、ガーシーって。で、韓国パスポート持ってる可能性もあるんですけれども、残念ながら日韓は犯人引き渡し条約を結んでおります。ロシアかウクライナに志願すれば歓迎してもらえるかもしれないですね。で、すぐ前線に行かされて、そっち方面だとやっぱ日本の刑務所が天国に思えんじゃないのかな。このガーシーの逃亡宣言にですね、立花 99% 捕まりません。ゴーンだって未だに捕まってないでしょ、持論を述べておりました。一般反応です。それはゴーンがレバノン人だからやで。ゴーンはいっぱい国籍持ってるんだよ。フランス国籍も持ってるそうであります。あと何やらいっぱい国籍持ってるんだって。こんなやつ擁立した責任取れ。お前は帰国を促す立場やろう。諦めて帰っておいでなさいとかね、罪を償いなさいとかいう立場なんじゃないのかな。幇助してんの。これ逃亡ね、 99% 捕まんねえとか適当なこと言って、私は逆に 99% 捕まると思いますけれどもね。金が尽きれば帰ってくんだろ。国際指名手配されるってどんだけのことかわからんの。お前も一緒に逮捕されろゴミと、散々ですね。それはあなたの感想ですよね。まさしくね、99% 捕まるのって、ゴーンはもともとレバノン人だぞっていう意見を語ってあります。共犯で自分も危ないから必死なんだよね。ガーシーに逮捕されたくない。ガーシーが逮捕されてペラ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 されると、よっぽどね共犯で取られちゃう可能性高いんで、捕まってほしくないんでしょ。どっこいガーシー、立花は道連れにするように決めたようであります。三木谷は叩けって言われたのは立花さんの指示やし、木原のことも立花さんにやってくれと言われたから俺は全部やってるわけ。完全に犯罪教唆、犯罪指示ですかね。言っちゃったよ。一般の受けるこれどうすんの。何やっちまったな。立花終わったな。これはガーシー逮捕で立花終了、教唆で捕まる可能性大。俺は悪くない、みっともない。これはガーシーのことかな。立花のやってることはまるっきり犯罪教唆、いや犯罪指示ですかね。元特捜主任検事の前田恒彦さんって方が解説しておりました。本気の警察を相手に逃げ切れるのか点点点。ガーシーの容疑は次の通りです。常習的脅迫罪最大懲役5年、脅迫罪最大懲役2年、名誉毀損罪懲役3年、威力業務妨害罪、懲役3年、強要罪懲役3年。常習的脅迫罪は暴力団に適用する罪で一般人には使わないよ。ということは警察はガーシーをですね、脅迫を業として行っている、仕事としているやつ、暴力団並みのやつとみなしてるってことですかね。常習的脅迫罪が適用されたら執行猶予つかないよ。業としてやってんじゃそうでしょうね。仕事としてやってんだから悪いとも何とも思ってねっていう証拠だわね。旅券執行しても帰ってこないと旅券法違反最大懲役5年が加算されるよ。そうなんだ。ゴーンはレバノン政府の自国民保護の対象だったんで、ガーシーとはわけが違うよ。そうだよね、ゴーンは自国に逃げたんだから、ガーシーはそうじゃないでしょ。
逃亡をそそのかした者も手伝った者も逃亡隠避罪に問われるよ。日本にいながらネットでガシ逃げ切ってなんて書き込んでも逃亡隠避罪になる可能性あるから気をつけようね。だそうで、うわお金、皆様もぜひぜひご注意ください。C 和夫に辞任を迫った共産党男性78歳を新たに除名と。赤旗、朝鮮学校にも補助金出せ、しつこく書いてました。これ法的には朝鮮学校って学校じゃねえのね。私塾なんですよ。英会話教室やら予備校やらと一緒なので、朝鮮学校だけに助成金出すのは、出したら予備校とかお花教室とかにも全部出さなきゃなんねくなっちゃうんだよ。他はどうでもいいから自分とこだけ優遇しろっていう差別を叫んでんの分かってんのかな、赤旗な。まあ分かんないでしょうけど。まあどうでもいいっすね。治療不可能な連中なんでね。アイメディア調査。若者が古い、おかしいと感じる仕事の価値観。5位、上司より先に帰れない雰囲気。あるな。4、残業を良きとほど頑張ってる感。あるな。これ容量悪いから居残ってるかもしんねえのに。3位、飲み会って必要か。あるな。2位、プライベートより仕事。という価値観。あるな。1位、上司が絶対。あるな。こんなのまあ、おっさんの私でもおかしいと思います。まあまあ、こうやったらいいのにな、なんてことは、多々ありますよ、仕事中。で、それ上司に言うと、いいから、昔からこうやってんだから、って、押さえつけられちゃって、もう会社辞めようかな、すぐ。若い人は思っちゃいますからね。メールトニーさん、大募集であります。4月8日に土曜日にメール党員さん向け、懇親会限定やるつもりであります。会場を押さえたら正式に告知いたします。ですんでよかったらメール党員さんは予定開けといてください。4月8日土曜日、メール党員さん限定懇親会、よろしくお願いします。デトックスジャパン。